は岐阜弁について、岐阜育ち、岐阜生まれ岐阜育ちの三男と一緒に岐阜弁について話します。はい、サービス問題じゃなかったね、あんまり。今度こそサービス問題やで。はい、じゃあ今度はサービス問題です。標準語が、信号の青が点滅している。これが標準語。はい、岐阜弁ではどうですか？青。信号の青が点滅している。これは岐阜弁ってだいたい元より長くなるんやけど、元より短くなる感じ。パカパカ。そう。青がパカパカしとる。岐阜弁なのそれって。パカパカは岐阜弁やて。岐阜弁なの？パカパカって他の人言ったこと聞いたことある？いや、いや、分からんけど。で、点滅するとこパカパカしとるって言うのって岐阜弁です。まずいわ。岐阜県民以外もパカパカ言いそうじゃない？でも、あのか。パカパカは。オノマトペ。オノマトペ違う使い方やよね。点滅のことパカパカじゃないよね。ピカピカ。あ、ピカピカやね。あ、ピカピカやな。ピカピカやな。ピカピカやな。ほなら次。パカパカは岐阜弁なんかじゃあ。じゃあ1000円両替してください。岐阜弁でいかがでしょうか。まあただも使うわ。これは両替してください。1000円崩して。ああ崩してか。多分崩しては標準語に近いな。崩して崩して崩してって聞いたら崩してやな。壊してやな。1000円壊してって。まあ伝わるね。1000円壊してやな。壊すの。ああ確かに確かに。だって私東京で住んだ時にね、いろいろご指摘を受けましたのでね。東京ガール、うん、東京ガール1000円崩して、1000円壊してって言われ言ったらびっくりされた。もう壊すって何って。ビリって。うん。確かにな。ね。いや、そんときはもう。まあ、ご飯よ、ご飯よそってはご飯つけてって分かるよね。分かる分かる。それは使うね。水上から、うん。それは使うね。ちょっとこれはいやらしい感じやけど、嫌な感じで鳥肌が立った。嫌な感じで鳥肌が立ったっていう標準語を。ゾゾが立つ。ああ、ゾゾが立つって言うよね。おぞけ。おぞけ、おぞけ、おぞけ、おぞけって何？その怖い系。うん。おぞけがゾゾが立つか。ごめん、私じゃあこのチャンペラ間違えたわ。ゾゾが立つって言われたら、ゾゾが立つ優勝。ごめんなさい。ゾゾが立つ優勝。嫌な感じで鳥肌が立ったっていうのは、母さんが準備した答えは、うん、いやらしいでサブボロ出たわって。サブボロか。サブボロ。まあ。うん、でも自分では使わんけど、わかる。ゾゾが立つの方がでも勝ちな気がせん。ゾゾ優勝。でもゾゾってもしかして標準語なのかな。より古いね、ゾゾの方が。